アポロ18は2011年のアメリカ合衆国カナダの映画である。終了したはずのアポロ計画から1年、3人の宇宙飛行士がアポロ18号に乗り極秘で月へ向かい、その全貌を描いた SF ホラー作品。映画冒頭でこれは2011年にネットで発覚した NASA の極秘映像を編集したものである。というテロップが表示される。 1969年7月20日、NASA はアポロ11号による人類初の月面着陸を成功させたが、翌1970年に18、19、20号の計画を突如中止。1972年12月7日に17号での最後の月面着陸を成功させ、アポロ計画はすべて完了した。しかし、1973年12月に、 アポロ18号が3人の宇宙飛行士を乗せ極秘で月へ向けて飛び立っていた。しかし、そこにあったのは宇宙飛行士たちが記録していたカメラには誰も知らない月の正体が映し出されていた。撮影はブリティッシュコロンビア州バンクーバーで行われた。しかしながらそれは俳優が使われていない発見された映像による映画として宣伝された。 エンターテインメントウィークリー市場のインタビューでディメンションフィルムズ社長のボブ・アインスタインは本作がフィクション作品であることを否定し我々は何も撮っていない発見したんだ見つけたぞベイビーとジョークを述べた映画はディメンションフィルムズが配給したサイエンスエンターテインメントエクスチェンジは本作の制作チームに科学コンサルティングを行った NASA は本作への協力を断った。2011年9月2日に多数の国々で公開された。当初は2010年2月5日公開を予定していたが、10回に及ぶ変更が検討された。北、アメリカでは1768万7709ドル、世界全体で2556万2924ドルを売り上げている。アポロ18は、 批評家から否定的な反応を受けた。ロッテントマトズでの支持率は68件のレビューで、支持率は24%のロッテン作品となり、わずか90分さえ長く感じるサスペンスフリーなパラノーマルアクティビティのリップオフとまとめられた。またメタクレティックでは19倍体のレビューをベースに24、100となった。劇中、アポロー着陸船で宇宙飛行士が テープレコーダーで聴いている音楽は当時に世界的に売れていたイエスのアルバムキキに収録されている曲同士である。エンドロールの冒頭にもこの曲が使用されている。ありがとうございます。